はい、どうもサックです。たかしです。今日はですね、本は読み方が9割という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね、3000冊以上の読書経験から学んだ読書の考え方を解説ということで、こちらの本をご紹介したいと思います。お願いします。この本どんな本かと言いますと、この本は読書の悩みを解決する本になります。うん、皆さん読書でこんな悩みありませんか？読んだ内容を覚えられないとか、途中で飽きてしまう。めっちゃあるある。ありますよね。なんか覚えたつもりでも1週間後には何のことだってみたいな、よくありますよね。もしかしたらこういった要約を見る方々っていうのは、読書がなかなか続かないっていう方もね、いらっしゃるんじゃないのかなと思うわけです。僕もそうなんですよ、ぶっちゃけ。あ、なるほどなるほど。うん、まあそういう方々もね、いらっしゃるんじゃないのかなと思うわけです。そんな読書に対する悩みをインスタフォロワー8万人の著者が解決してくれる。8万驚き方の癖。神じゃないですか、8万って。まあ、著者はですね、無類の読書好きの方で、過去3000冊以上の本を読破した経験から本書を書かれてるんですよね。うん、先ほども言った通り、インスタフォロワーも8万人おりまして、そのインスタの交流の中で様々な読書についての悩みをいただくことがあるというんですよね。うん、でそういった悩みに答える形で出来上がったのが本書なわけなんですよ。まあ、つまりですね、本書を読めば読書のあるあるな悩みを読書のプロが解決してくれるということが言えるわけですね。いや、これは見るしかね。熱いですね。この先も聞くしかね。まあ、ただですね、一言に読書といっても読み方には種類があります。うん、ありますね、それはね。それがね、うん、娯楽のための読書と学びのための読書に分けれるわけなんですね。ほうほう。本書は学びのための読書に絞ってその悩みの解決方法を書かれております。娯楽のための読書ならもうただ楽しめばいいだけなんですけども、学びのための読書ならその目的を果たすためのコツっていうのがね、あるんですね。なるほど。そんな本書から今回は Q&A 形式で読書のコツ9選、こちらをねお伝えしたいと思います。学びのある読書をして人生を豊かにしたいっていう人はぜひ最後までご覧ください。ということで内容入っていきましょう。お願いします。サックとタカシのおしゃべり本要約。では早速 Q&A 読書のコツ9選、こちらをご紹介したいと思います。はい、こちらのクエスチョン9つになります。多いですけどね、一つずついきましょうか。ましょう。クエスチョン1、読書してもすぐ忘れます、どうしたらいいですか？これ全員じゃないですか。もうほぼほぼあるあるやってますよ。これに対する著者のアンサーは、まずは全部覚えようとする意識を捨てましょう。こちらになります。なんだちょっと解説しますね。この質問はダントツで多い質問だというふうに著者は言います。読書をしてるとついつい全部を吸収しようって思いがちですよね。しかしですね、全部を覚えようとすればするほど何も覚えられないっていうことがあるわけですよ。逆に覚える箇所を絞れば覚えやすくなりますよね。著者が読書をする際は、この本から一つでも吸収できれば十分とか、心に残る言葉を一つ拾えたら十分っていう気持ちで読んでるらしいんですよね。なるほど。もう一個でいいと、欲張らずに。そう、一個だけでもね。そうなんです。なので全部覚えようとせず、1、2個吸収できるものがあったら上等だというふうに思って読んだらどうですか、ということを著者は言っております。はい、なのでもう1個ぐらいでいいんで、それだったら覚えれると思うんでね、そういう感じでやってみてください。これがクエスチョン1です。ではクエスチョン2、読書におけるアウトプットポイントはありますか、という質問に対して著者のアンサーはこちら、行動に移せるなら行動する、無理なら書く、おは話す、こちらがアウトプットポイントになります。解説させていただきます。読書を学びにしたいっていう人はアウトプット絶対大事ですよね。絶対ですね。そうなんです。ではアウトプットっていうのはどうすればいいのかっていうところなんですけども、著者曰くアウトプットには3つしかないというふうに言っております。それが行動する、書く、話す、この3つです。はい、特に行動するっていうアウトプットは別格の威力があると。別格、もう別格です。別次元。こう学びの読書をする場合はどうやって実際の行動に移すかっていうのを考えながら読むといいよということを著者は言っている。そして行動のアウトプットするときはできるだけ具体的な行動に落とし込もうということを言っております。まあ、例えばですね、テレビを見ないようにしようでは意識しか変わってませんよね。そうじゃなくてテレビのコンセントを抜くみたいに、もう目に見える行動に移せということをね言っております。テレビ売ろじゃあなんならね、なんなら売ろ、なんならもうそれぐらい分かりやすい具体的な行動に移せということを言っております。これがクエスチョン2のアンサーになります。はい、ではクエスチョン3、読書の際に読む目的を決めるべきですか。あー、なんかね、はい、
これに対する著者のアンサーはこちら、決められるなら決めるべき、無理ならアウトプットそのものを目的にしよう、こちらになります。これ解説させていただきます。本はできる限り目的を決めて読むべきだということを著者は言っています。例えば来週のプレゼンに向けてプレゼン本を読むとか、資産運用の方法がわからないのでお金の本を読むみたいにね、まあ、このように明確な目的があると、逆に言えばそれ以外の情報っていうのはこうバッサリ捨てられるわけですよね。さっきも言った通り全部は覚えられないんで、目的を決めた方が圧倒的に効率的に読書ができます。しかしですね、目的を決めにくい本があるのも事実ですよね。小説とか文学とか哲学書なんかは目的決めにくいです。その際はアウトプットを目的にするといいよと言います。例えばこれを読んだら人に感想を伝えようとか、これを読んだら書こう話そうっていうアウトプット自体を目的にするんですよ。そうすると記憶の定着度は抜群に良くなるよということを言っております。なんせアウトプットすることだね。そういうことですね。それが非常に大事ですね。なんでクエスチョン3に対する答えはこちらになります。わかりました。はい、ではクエスチョン4、理解できないところがあるとつまずいて本を最後まで読み切れません。これもあるかと思うんですね。これに対する著者のアンサーはこちら、難しいところは飛ばそう、もしくは簡単な本から読もう、こちらになります。これも解説させていただきます。本を読んでいるとどうしても理解できないところっていうのは出てきます。そんな時絶対にやってはいけないのが、なんて私は頭が悪いんだろう、これだから読書は嫌だってマイナス方向に考えてしまうことなんですよ。読書はまあ所詮ね、エンタメなんですよね。もう気楽に行きましょうと、まあね、まずはねエンタメでしょう。そう、その上で部分的に理解できないところがあるんだったら、もうそこは飛ばし飛ばしでいいよということを言うんですよ。飛ばし読みをして全体を読んでから読むと案外理解できたりすることもあります。もしその本丸々全部より理解できなかったんだとしたら、もうその本はもう読むのやめちゃっていいと思うということを言うんですよね。もっと簡単な本から読んだり、年を取ってから読んだら理解できるようになったりっていうこともねあるんで、もう一回やめちゃっていいということですよね。なので無理に読めない本は読まないようにしようということを著者は言っております。これが、クエスチョン4の答えになります。なるほど、はい、ではクエスチョン5、面白くないなと思ったら途中でやめますか。これは結構ねありますよね、悩む質問。これのアンサー、無理に読み進める必要はないということになっております。こちら解説します。そもそも本が面白くないと感じる理由は何でしょうか。著者はね、主に3つあるということを言っております。それが、本が難しすぎる、本が簡単すぎる、シンプルに本のクオリティが低い、この3つやと思うんですよね、うん、この本が難しすぎる場合はもう先ほども紹介した通りもう読むのはやめていいと思うんですよね、はい、で本が逆に簡単すぎる場合、これはもう復習のつもりでもうさらっと目を通すだけでいいんじゃないの、うん、っていうことを言うんですよね。で3つ目のシンプルに本のクオリティが低い場合、この時はもう読むのやめてもいいし、まあ、自分が編集者ならどうするかっていう目線で読むのも結構面白いよって言いますよね。編集者目線とか考えたこともなかったわ。どうやったらこの本面白くなるかなっていう、レベル立て読むからしてんなそうすると、まあ、結構面白くなるよということを言っております。なんで、まあ、何にせよ飽きてるのに無理やり読むっていうのがまあ一番良くないと、まあ、苦痛になっちゃうからね。そうなんです。しんどいのに読むってもう苦痛苦行じゃん。それじゃあ読書はもう楽しくないわけですね。確かにね、はい、なんでもう無理に読み進める必要はありませんということを言っております。はい、ではクエスチョン6、同じジャンルを一気読みするのとバラバラに読むのとどっちがいいですかと。ああ、これも考えるな。はい、ありますよね。これに対するアンサーは、目的によって使い分けようということになっております。ちょっと解説しますね。短期的な目的が明確な場合は同じジャンル読みがおすすめだと言っておりまして、そうじゃない場合はジャンルバラバラ読みがおすすめだということを著者は言っております。まあ、例えばですね、資産運用について詳しくなりたいみたいに明確な目的があるんだったら同じジャンルを読んだ方が理解度深まりますよね。逆に目先の目標がないんだったら乱読した方が人間としての奥深さが身につきますよということを言っております。これなぜならですね、いろんな本を読むことで自分の知らなかった世界を知ることができるから。そうですね、ジャンルが違うのを読むことによって、あれこんな考え方もあるんだとか。そうなんです。一見苦手なところにそんなもんって隠されてたりするからね。そうなんですよね。そうすると視野がバッと一気に広がりますよね。それが人としての奥深さにつながるわけなんですね、はいはい、なんで、まあ、明確なあの目的があるんだったら同じジャンルの方がいいけど、そうじゃない場合はもう乱読でいいんじゃないのということを言うわけですね。なるほどな、はい、これがクエスチョン6のアンサーになります。ではクエスチョン7、読書の際は1週だけ読みますか。こちらの質問になります。これに対する著者の答えは、
多くの本は3週以上してますと言っております。これ解説します。人の脳は一度読んだだけで理解しきれるほど賢くできてないということを言うんですよね。具体的に著者がどのように本を読んでるかっていうと、まず1週目で全体像をつかむらしいんですよね。目次含めて全体に目を通してどこにどんなことが書いてあるかっていうのをこうざっと見るらしいんですよ。で次に2週目でこうじっくり読むらしいんですね。もう本腰入れて読むわけですよ。そして3週目で復習のつもりで読むらしいんですよね。最後に全体感をつかんで仕上げをするようなイメージです。丁寧に読むな。そうなんですよ、丁寧に読む。著者はこの最後の3週目の復習のとこでこれだけは覚えておくみたいなことを3つぐらいピックアップしてこう記憶に埋め込むようにしてるということを言ってるんですよね。僕があの学校で受験をするときに、はい、あの学校の先生が教えてくれたのが、はい、参考書を3週読めって。ああ、同じこと言ってますね。でこの読み方で、あ、なるほどなるほど、うん、いいですね。じゃあもうその先生とこの著者はかなり意見が一致してますね。そうでしょうね。そうすると結構あの記憶力、記憶には定着する。そうしたらだいぶ定着したって言われて、確かに定着した。素晴らしいですね。なんでこんな感じでね、あの3週ぐらい読んでみたらどうかなと思います。はい、これがクエスチョン7の回答になります。ではクエスチョン8、自己啓発に対してどう思いますか。こちらに対する著者の答えは、用法用量を守ることが大事というふうに答えております。深いな。これどういうことかというと、この啓発書ってすごい読んだらモチベーション上がるじゃないですか。モチベーション上がる一方、気をつけるべきところもあるということを言うんですよね。まずあくまでも成功事例の一つとして捉えて、あまり真に受けすぎない方がいいということを言っております。なぜならですね、その人の性格とか状況によって成功の仕方って異なるからですよね。へえ、この人はそうなんだくらいで思っとくのがちょうどいいということを言います。この人みたいにとか、この人みたいにならなきゃダメとか、そんなんじゃないってことな。この方法だけしかないみたいなのはないということを言うんですよね。またですね、啓発書って読んだだけでこうなんだか自分が成長したような気になると思うんですけども、それは気のせいです。水泳の本を読んでも泳げるようにはならないですよね。間違いない。だから成功書を読んでも自分が成功できるようにはならないんですよ。ダイエットの本を読んでもダイエットしたことにはならない。そうなんですよ。読んだだけでは何も変わらないんで、ちゃんと行動に移そうということを言っております。行動第一、そういうことです。なんで自己啓発書は用法用量を守ることが大事になっております。はい、はい、では最後クエスチョン9、読書をしていて良かったことは何ですか。この質問に対する著者の答えは、めちゃくちゃありますということですね。もう書ききれませんということを言っております。これ解説します。読書をしていて良かったことってもう本当に挙げればキリがないんですけども、まあ、例えばですね、考え方の幅が広がったとか、人の気持ちを受け止められるようになったとか、まあ、情報処理能力が上がった、うん、言語化能力が上がったなどなど、もう本当にね、めちゃめちゃあるというふうに著者は言うんですよね。これ僕自身もめっちゃ思います。まあ、こんだけ僕も本読んでてめちゃめちゃ良かったこといっぱいあるなと思って、うん、まあ、書ききれないと思うんですよね。人生が変わる力を持ってるんですね、本当に読書には。それは本当に思います。これ皆さんもね、まあ、ぜひ読書を通じてこの素晴らしい世界感じていただきたいなと、僕自身もそう思っております。でね、まあ、読書が苦手なんだったら、まあ、こういうね、要約チャンネル見ていただいて。僕どっちかっていうとこっちです。はい、この要約のチャンネル見たりとか動画見たりとかをさせてもらって、なんならサックさんのこの要約を聞いて僕もこういろいろ実践していこうと思ってます。ありがとうございます。まあ、ただね、要約って、まあ、結構僕の主観とかも入っちゃったりするんで、うん、やっぱりまあ生の情報っていうのね、まあ、手に入れるっていうのも非常に重要かなと思って。そうですね。まあ、ただね、まず第一段階としてこうやって要約のチャンネル、ね、まず紹介を受けてね、見ていただきたいですね。気になってもらえたら嬉しいなと。これからもよろしくお願いしますということで締めさせていただこうかなと思います。まあ、こんな感じでこの本はね、クエスチョン&アンサーの形でもっといっぱいの質問答えてくれてるんで、まあ、気になった方はですね、まあ、概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから手に取っていただきたいなと思います。はい、はい、で、まあ、この方ねインスタされてますんで、まあ、そっちの方もねぜひ見に行っていただけたらいいんじゃないのかなと思います。はい、はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。